はい、どうも、私です。この動画は二所簿記2級の学習のためのものなんですけども、今回は特に純資産、株式発行の仕分けに焦点を当てようかなというふうに思います。論点としては以下の2つですね。株式を発行した時の具体的な仕分けを見ていくと。純資産と株式会社についてはこの前回の動画である程度お話をしていますので、それを踏まえて具体的な仕分け見ていこうということになります。でもう少しスペシフィックな論点として、株式申込証拠金、これ株式発行の手続きを少し理解しておかないとなかなかわからない仕分けかもしれませんね。このあたり見ていこうかなというふうに思います。それでは純資産、基本的な株式発行時の仕分けを見ていきましょう。株式を発行するというのは、株主、会社の所有者から会社はお金を託される、出資を受けるということになります。会社から見れば現金等が増えるんですけども、それどうして増えたんですか？会社が儲けたんですか？違いますね。だから収益記録しない。お金借りたんですか？違いますね。だから負債を記録しない。株主、所有者からお金を出資してもらったんだという意味で、純資産を増やすということになりますよね。株式発行により資金調達をした場合には、原則としてですね、原則としてはその払い込み金額を資本金としてくださいねと。純資産の代表的な勘定科目、資本金として処理してくださいね。いいですかね。資本金という字、金額の金ですけども、これはお金を意味するものではなくて、金額ね、お金の額を意味する。この金額だけ株主から出資を今まで受けてるよ、そういう意味で資本金勘定というものを理解しましょう。で、なんですけど、資本金勘定に一旦記録するとですね、その金額を修正するの結構大変な手続き、実務上もかかりますので、会社法という法律が、いや、払い込まれた金額の半分以下を資本準備金という勘定科目で表記してもいいですよという規定になっています。半分以下を資本準備金ということは、必ず半分以上を資本金にしないといけないということを押さえておいてください。この資本準備金という勘定科目は、資本金の前段階というか、資本金の準備という意味で資本準備金という勘定科目、ネーミング付けられていて、資本金勘定よりも比較的この数字変更するのは楽だと。比較的ですけどね。ですので、会社としては、なるべく多くの金額を資本準備金にしておきたいという、そういう欲求はあると。ただし、会社法が半分以下ですよというふうに制限をかけている。じゃあ具体的に仕分け見ていきましょう。株式5株を1株当たり100円ですので、500円ですね。それで発行し、払い込み金は現金で受け取り、会社を設立した、会社を作った時に新しく株式5株を100円で発行したということになります。これ会社から見ると現金受け取りって書いてますよね。会社から見ると現金受け取りって書いてますので、現金が増える。ですので、仕分けとしては、現金増やして、どうして現金増えたんですか？借金でもないし、自分で稼いだわけでもない。株主から資金に出資してもらったんだよという意味で、資本金、これが原則になります。問題文で特に指示がなければ全額資本金ということになります。ただし、問題文の指示があれば少し違う仕分けをする。これが次の例題になります。株式5株を1株当たり100円で発行、金額は500円のようですね。払い込み金は現金で受け取ったと。会社を設立した。ただし、資本金組入れ額は会社法で認められる最低額とする。資本金に入れる金額は最低額。もうこの段階で皆さんは2分の1しっかり押さえておいてください。2分の1ですか？2分の1。これしっかり覚えておいてください。払い込み金額の2分の1を最低限資本金としないといけないですよということになります。こういった仕分けになります。大半が2分の1を資本金、2分の1を資本準備金という仕分け多いと思いますので、最低限でって言われたら2分の1というふうに覚えておけばいいかなというふうに思います。
それ以外のケースですと問題文で金額指定することになりますので、まあ、むしろ問題としては簡単になる。したがって、まあ、2分の1という言葉を知っているかどうかを問うという意味で、まあ、会社法で認められる最低額という指示が上がることが多いかなというふうに思います。基本的な株式発行の論点といえば、まあ、2分の1、先ほどの2分の1になりますけれども、もう少し付随的に発生するコストに関して、まあ、厳密に言うと費用なのか資産なのかという議論があります。まあ、なんですけど最近その資産とするというのはあまり流行らないようですので、まあ、差し当たって次の2つしっかり押さえておいてください。いきますね。株式発行に関する手数料等の費用について、これいつのものなのかというのがポイントになります。会社を作る設立時の株式発行に関する手数料であれば、これ会社を創立するためのコストという意味で創立費という費用の勘定科目で処理をする。会社を設立した後増資と言ったりしますけども、まあ追加で資本金増やす株式発行するのであれば株式交付費という、まあ、費用の勘定科目で処理してくださいということになります。これ実はですね、もう今費用っていうふうに言ってしまいましたけども、創立費という勘定科目でこれ資産として記録することもなくはないんです。繰延資産というふうにちょっと例外的に限定列挙してですね、会社法が本来は費用なんだけど資産としてもいいよという規定が実はあります。まあ、なんですけども最近は流行らないようですね。テキストでも記載がないので、基本的にはこの創立費、株式交付費、費用の勘定科目だというふうに覚えてもらっていいかなというふうに思います。じゃあ具体的に見ていきましょう。株式5株を1株当たり100円、500円ですね。払い込み金額は現金。会社を設立した、ここがキーワードですよ。会社を設立したですね。その際株式発行に関する手数料50円を小切手で支払ったですね。株式発行に関する手数料ですけども、これは会社を設立するために株式発行したんですよねと、まあ、であればこの場合は会社の設立のためのコストという意味で創立費という勘定科目を使ってこの50円を仕分けしましょうというお話になります。まあ、ここの前半部分の問題設定は先ほどと同じですので、現金と資本金500円ずつ増やすんですけども、今回この50円ですね、小切手振り出した当座預金を減らすのはいいんですけど、これ創立費を使ってくださいねという論点になってきます。で続いて下の問題、これも一見同じように思われるかもしれませんけども、違いはですね、会社設立後、会社を作った後株式を発行していますよ、その時に手数料50円払いましたよということになりますので、今回は会社を作る創立した時の話ではないので、この50円の手数料を株式交付費で仕分けしましょうということになります。ですので仕分けは株式交付費ですね。ここ注意をしておいてください。いつのコストなのか、いつの費用なのか、そこで創立費と株式交付費に勘定科目分かれることになります。基本的な話は以上になります。株式を発行した、現金払い込みを受けた、だったら資本金ね、これが基本になるんですけども、実務的には一定の期間ごとにですね、こう段取りが設けられていて、その段取りに応じて仕分け変えていくということがあります。こちら見ていきましょう。株式を発行するときにはその募集を開始する、今から株式発行するので皆さん株主になってくださいね、その募集を開始するとき、いついつまでにねということで払い込み期日が設けられていきます。そうすると一定期間、払い込み期間というのがあるわけですよね。でその払い込み期間が終了して初めて株主としての権利が確定して、そこで資本金、払い込まれた金額処理しましょうということになります。ですのでその払い込み期間中はですね、これ銀行に、まあ、一応振り込んでおいてくださいというふうに言うんですけども、
その金額を銀行で管理するということになります。ここがポイントです。つまりこの払い込み期間中で銀行で管理されている段階では、ここに払い込まれたお金というのは会社のものではない、銀行のものでもない、そういう状況になります。まあ、昔株式発行するよって言ってお金を集めてとんずらするというか、まあ、逃げてしまう、そういった詐欺事件あったんでしょうね。まあ、ですので株主の権利確定するまではちゃんと銀行の方で保管をしておこうという期間が設定されているということになります。具体的に見ていきましょう。例、株式3株を1株当たり100円ですので300円ですね。で、全額の払い込みを受けたんですけども、ここでまだ確定していない、払い込み期間が終了していないという前提があってですね、別段預金としたというふうに書かれています。別段預金というのはちょっと特殊で、これ会社の所有するお金というわけでもないし、銀行で所有するお金というわけではない、ただ銀行で管理されているという意味で別段預金という勘定科目を使います。まあ、ですので、まあ、払い込みを受けたんですけども、とりあえず別段預金という資産の勘定科目なんですけど、会社がコントロールできない資産という意味でちょっと特殊ではあるんですね。これ本当に資産と言っていいのか、ちょっと私は微妙かなとは思いますけども、で、他方でこれ株式のために払い込まれたんですけども、これ払い込み期間まだ終了していないという体でやっていますので、株式申し込み証拠金という資本金になる前の勘定科目という意味で、株式申し込み証拠金という純資産の勘定科目で記録します。これ増えたら右は純資産と同じ、というか純資産ですからね、資本金と同じということになります。そして次ですね、晴れて払い込み期日になりましたと、実際に株主としての権利が確定しますので会社も株式を発行すると。で、ですので、この株式申し込み証拠金ですね、申し込みの金額が今回で資本金になりますねということですし、まあ、別段預金についてももう銀行の管理下ではなくて、会社が自由に、まあ、託されたお金として運用する、そこで別段預金を当座預金に振り替えるという作業が起きます。まあ、ですので、この前の段階で仕分けした別段預金についても別の勘定科目に、株式申し込み証拠金に関しても別の勘定科目にそれぞれ振り替えるというところをしっかり押さえておいてください。まあ、ですので仕分けとしては、まずは隔離されていた金額、これをなくして、この段階で別段預金ゼロになりますよね。左に仕分けしていたんですよね、過去に。それを今回右に仕分けするのでゼロ、その代わりここで当座預金に勘定科目が振り替えられたということになります。もはや隔離された預金ではなくなりましたよね、払い込み期日来ましたので、まあ、ですので別段預金をマイナスして当座預金に振り替えたということになります。まあ、他方でですね、株式申し込み証拠金も株式を払い込んだ証拠ですよねという意味の勘定科目だったんですけども、今回払い込み期日来ましたので株式申し込み証拠金、この勘定科目をゼロにしているんですよね。繰り返しになりますけども、過去に右に仕分けしたものを今回左に仕分けしますので、株式申し込み証拠金の残高ゼロ、そして晴れて資本金に勘定科目を振り替えたということになります。まあ、ですのでこれ全部セットで見ると、残高を持つのは資本金ですよね。別段預金はこれ消えていきます、左と右消えていきます。株式申し込み証拠金もこれ消えていきますので、残るのは当座預金と資本金ということになります。まあ、ここは細かく見ていきましたけども、まあ、トータルで見ると株式発行しましたよということであれば、当座預金、資本金というこの仕分けだけを問うことになりますし、実務的に払い込み期間あるよねと、払い込み期日までどう仕分けするんですか、その後どう仕分けするんですか、そういうのを問う場合は別段預金とか株式申し込み証拠金という勘定科目で仕分けするようにしておいてください。